老夫よ。探したぞ、悪なるもの。おーおー、随分と様変わりしたじゃねえか。まるきり水を置いた魚ってところだな。ほう、あやつとすでに面識が？はい、まだ殺すほどの価値もない頃の私を、ただ一人まっとうに相手してくださった御仁です。いかがいたしますか。ご所望とあらば池作りにてお召し上がりいただけます。気をつけろ、そやつわらわの魅了が通用せぬ。おお、それはそれでどしがたい。美しさに見入られ喜びに酔う心を持ち合わさぬというのなら、なぜこの世に生きている意味があろうか。そいつがあんたの見出した生きがいってやつかい。今無価値なる命は貴様だ、学士。クルリンパ塩が天気、ことではない。こやつは難敵ぞ、心せよ。ブブブのブー、甘いんだよ。不甲斐ない、受け取れ。かたじけない。これだからあの魔剣は厄介なんだ。ならば、押し切るまで。目に頼れば、目に囚われてしまう。その風を外したことは褒めてやる。だがそれで死せる定めの首輝から逃れられたと思うなら、音に頼れば音にとらわれるのが道理。その命運すでに尽きていたものと知れ。見事、見事なり老神会、まったくあっぱれな使い手よ。どんなマスラオも口づけ一つで腰砕け、我が姫に抗えるものなどおらぬわ。何やつ。おっと、握ってしまったな、うかつなやつめ。貴様は、おお、贈り物は受け取る前にきちんと改めるものだ。お前なんで。どこの誰だか知らないが、得意げに高笑いしているというだけで勘に触る。
いっそ魅力の餌にでもしてやりたくなるというものさ。今の私はそういう気分なのだ。